動画のアップロードが終わったら、サクセス画面が表示されます。シェアリンクをクリックすると別タブが開き、投稿した動画が再生されます。アドレスバーの URL をコピーして、シェアしましょう。超絶簡単です。この URL は、誰でも開けるようになっているので、注意が必要です。